はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆひこです。それでは、今回なんですけども、PayPay のキャンペーンで使うセブンイレブンのおすすめ商品は、 ゆずひこおすすめ商品3つ紹介ということで、今回はキャンペーンの解説でもなくて、新しい情報でもないんですけども、現在ですね、セブンイレブンでペイペイのキャンペーン中ということ、そして昨日も発表ありました、8月から新たに第2弾のキャンペーンもスタートするということなんですが、セブンイレブンで今この動画を見ている視聴者さんは、どんなものを購入しているのかなと思いまして、動画にさせていただきました。 結構他のキャンペーンだったりすると使うお店も結構バラバラだったりするのであまりこのようなことはないんですけども現在のキャンペーン含めてセブンイレブンに特化してるということもあるのである程度お店に置いてある商品は一緒じゃないんかなと思いましたまあ僕もですね無理にキャンペーンでお金を使うっていうわけではないんですけどもまあ週に12回はセブンイレブンを利用することもあるのでまあこれは買っておいた方がいいというものがあればですねぜひ参考にさせていただきたいなと思います ま、せっかくなんで、一応僕が選ぶセブンイレブンおすすめの商品を3つ紹介させていただくと、まず1つ目がですね、このバナナチップスチョコなんですよね。まあ、以前動画でも紹介したかもしれないんですけども、これが本当に美味しいんですよね。まあ、そのまんまですが、乾燥したバナナチップスの周りを、まあ、チョコがコーティングされているので、まあ、いつも冷凍して食べてるんですけども、これ本当に止まらないんですよね。なので、これはもう本当ブラックコーヒーとの相性はもう抜群です。そしてお値段は税込みで149円ですね。 二つ目はこちらのザクザク食感のブラックブロックチョコですね。こちらはバナナチョコの次に好きですね。こちらはその名の通り食べた感じがザクザクしてもチョコも濃厚なんですよ。まあ、あの駄菓子でもよくあるあのブラックサンダーとかにま、ちょっと近いんですけども、それがさらにレベルが高くなったっていう感じがします。お値段は税込みで138円ですね。 で、最後三つ目なんですけども、この左の商品なんですけども、ミルクアンマンというものなんですが、この商品ですね、とにかくあの商品にそっくりなんですけども、もうすでに出てるんですが、まあご存知の方もいるかもしれないんですが、右側にある福岡県のお土産で有名な博多通り門なんですよね。まあ若干味も見た目も違うんですけども、かなり濃厚な味わいで、これがまたなんか先ほどお伝えしたと同じようにブラックコーヒーと本当に合うんですよね。まあこの商品に関しては、店舗によって意外と合って あったたたりりなかすするみたいですちなみにお値段は、ミルクアンマンは3個入りで278円。まあ、約1個あたりが92円ですね。博多通りもんは5個入りで560円。1個あたりが112円ですね。まあ、これはあの、セブンイレブンには置いてないんですけども。ですので、本距よりかは少しお得には買えます。けど、ま、3個で278円ってちょっとお菓子にしたら高い気がしますね。 ま、結局、紹介した3つとも甘いものということでした。まあ、結構ですね、僕もデスクワークしてると糖分が欲しくなるので、やっぱり自然と甘いものに手が出ますね。まあ、僕も普段同じものばっかり買う癖がついてるので、まあ、こういったキャンペーンじゃない限りは、あまり冒険しないんですよね。なので、お得に購入できる今であるからこそ、まあ、新規開拓してみたいなというふうにも思ってます。まあ、言うてセブンイレブンなんですけども、まあ、結構地域によっては置いてあったり置いてなかったりする商品もあるんですが、まあ、そこら辺はお構いなくですね、ぜひ、 あの視聴者さんのおすすめのセブンイレブンの商品などがあれば、下のコメント欄に書いていってください。まあ、今回はキャンペーンの紹介ではありませんでしたが、まあ、たまにはこういう動画もいいのではないのかなというふうに思いました。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。